カツラはカツラ科カツラ属の落葉鉱木。高さは30メートルほど、樹幹の直径は2メートルほどにもなる。葉は4から8センチメートル以の体勢で、ハート型に似た円形で丸く丸中い、のが特徴的。葉紙は細長く2から4センチメートル。花期は3月から5月で、私有一種である。芽花は細長い角のような格子色の雌しべが3個から5個。 突き出す。尾花は、格子色の細長いおしべを十数本ぶら下げる。秋には黄色く紅葉する。落葉は甘い香りを呈する。成長すると主観が折れ、株立ちするものが多い。日本各地、中国、朝鮮半島に分布する。街路樹や公園樹に利用され、アメリカなどでも植栽されている。日本で自生するものは、 ブナバヤシ域などの霊温帯の渓流などに多く見られる。日本においては山形県最上群最上町にある権ン,ン山の大カツラが最も太く地上から約1.3メートルの位置での幹周が20メートル近くにまで成長している。中国の伝説ではカツラはガツの中にあるという高い理想を表す木でありカツラオールとも用いられる。しかし中国で言う カツラは木製のことであって、日本と韓国では古くからカツラと混同されているを歌ったものがある。香りが出るイコールコー出るが、名前の由来という説がある。用途として街路樹として植えられるほか、材は香りがよく耐久性があるので、建築、家具、鉛筆などの材料に使われる。また、小番、将棋盤にも使われるが、近年は市場への供給が減っており、 貴重な木材となりつつある。経費は、同じカツラの字を使うが、クスノキ科の一種の樹皮である。セルセディフィリムジャポーニカム。ジャンプラサムリソーシズインフォーメーションネットワーク。アグリカルチュラルリサーチサービス。ユナイテッドステーツデパートメント・オブ・アグリ。2012年8月20日。閲覧。岡山理科大学総合情報学部生物。地球システム学科植物生態研究室植物。 雑学辞典、カツラ。2012年8月20日閲覧。日本の巨樹、巨木ゴン原産の大カツラ。2012年8月20日閲覧。環境省調査による。ただし、最高級品とされるカヤに比べると、色は茶色が強く安値である。また6寸を超える厚板は取りにくい。値段は、カヤの薄い足付き板と同じくらいになる。ありがとうございます。